ファンの皆様、お待たせいたしました。予選最終日のボートレース浜名湖 B 九春選抜日韓コム杯、前半の6レースまでが終わったところで、得点率トップは依然オール3連帯キープしています佐々木大が 8.67、 準優ボーダー上18番目は内田圭の 6.17 です。水面上7レースの予選競争を迎えています。なおこのカードから安定版装着での戦いです。コース争いに目立った動きはありません。1コースには1号艇地元の高塚誠一が向かっていきます。得点率ボーダー下の23位から最後の勝負がけ、得点このカード勝てば得点率 6.33、 2着は 6.00 は結果待ちか。隣にコース2号艇山崎、減点ありまして得点率現在25位、とはここ1回走り1着 6.17、 2着で 5.83、 高塚山崎ともに勝てば当確2着結果待ちか。センター3コース3号艇富田、4コースに4号艇岡陽介、5コース5号艇山本、得点率現在14位、予選最終日は試練の外枠で2走最アウト、6コース6号艇梅原、角は4コース4号艇岡、枠なりの3対3の進入スタイル。このカードから安定版での戦いとなります。7レース予選競争、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇高塚、角から4号艇岡、5コース5号艇山本が好ダッシュ、一周1マーク、イン先手1号艇高塚、角から仕掛ける4号艇岡に入っていく、刺すのが2号艇山崎、間を運んで5号艇山本光雄でバックスレッジ、高塚のターンが流れて2号艇山崎哲平勝負がけ、差し切って先頭2番手争い、5号艇山本、1号艇高塚、4号艇岡、スターター正常、一周2マーク、2号艇山崎哲平がトップターン、握っていく4号艇岡、中1から運んでくるのが5号艇山本光雄で直線、2番手争い、外側から4号艇岡、勢いがいい、一定進リード、3番手は5号艇山本、上位2番4番5番4号艇岡、絞っていく5号艇山本、抵抗しながらレーサー2周回目、2周1マーク、2番手争い、5号艇山本が突っ張っていく、4号艇岡が角度をつけての旋回でバックスレッジ、2番手争い、内から4号艇岡の差しが伸びてきました。5号艇山本と並走状況で各艇がスリットラを通過しています。2周2マーク、先頭で2号艇山崎哲平です。2番手争い、4号艇岡突っ張っていくか、5号艇山本握っていくか、1号艇高塚も落ち着けてくるところ、2番手4号艇岡、3番手1号艇高塚をさばいて5号艇山本、上位の体型2番4番5番各艇が時計前を通過して、これから最終周回の1マークに向かっていきます。2コースから差し抜ける格好となりました。2号艇山崎哲平が先頭、3周1マーから最後のバックスレッジ、1マー果敢に仕掛けていって4号艇岡が2番手、3番手争い、5号艇山本、1号艇高塚、間がほとんどない状況でこれから最終コーナー、3連単2-4-5は 50.2倍、2-4-1 66.2倍、予選ラスト勝って得点率 6.17、 準優間に合うか。2号艇山崎哲平、最終コーナー最後の直線、2番手4号艇岡、3番手1号艇高塚を5号艇山本がかわしています。1着で2番の山崎哲平がゴールイン、2着は4番の岡、3着で5番の山本がゴールイン、後方1番高塚、3番富田、ラストで6番の梅原がゴールイン。